心身ともに豊かな人生を送るその秘訣は感謝力を身につけることなんです。感謝力を身につけることです。皆さん、感謝力という言葉は初めて聞かれるかも分かりません。皆さん方は感謝という言葉はよくご存知です。問題なのは、感謝するためには、感謝ができるためには力が必要だってことを知ることです。いいですか。感謝ができるためには力がなければ感謝はできないのです。ですから今日、感謝する力を皆さん方に学んでいただきます。感謝をする力をどうやって身につけるかです。皆さんね、ここに感謝という10キロの重さの石が落ちているとしましょう。この感謝の石を片手で持ち上げようとしたときに、腕に力がなかったら10キロの重さに負けて持ち上げることができません。そしたらどうしますか。トレーニングするしかないんです。トレーニングして腕に力こぶがついたら、10キロの重さの感謝の石を片手で軽々と持ち上げて懐にしまうことができます。これが感謝力、力が身についたら感謝が自分のものになるっていう意味です。ですから今からお話しするのは精神論ではないんです。どうやったら感謝の力が身につけられるかというトレーニングのお話をいたします。いいですか。トレーニングです。実践論です。何をしたら感謝の力が身につくか、それはいろいろあるけれど、今日からすぐにできるやつを持ってきました。代表的なものを。その感謝力を身につけるトレーニングに、この3つを皆さん方に提供いたします。1つ目です。1つ目のトレーニングが、ありがとうを言うというトレーニングであります。とにかくありがとうをいっぱい言うんです。とにかく言ったらいいの。トレーニングだから。皆さん、ありがとうって言ってます？ありがとうって言葉知ってます？大阪の人は大きにって言ってはるかもわからないけど、ありがとうって知ってますよね。ありがとうって言ってますか？言ってますか？皆さん、多くの方はうなずいていらっしゃいますが、ではあえてお尋ねをいたします。ありがとうって皆さん言ってる、うなずいていらっしゃいますが、どこでも聞いてる質問なので答えてくださいね。今日お越しの皆さん方、今朝目が覚めてからこの会場に入ってくるまでの間に、ありがとうという言葉を10回以上言葉に出して言った方、10回です。隣の人の顔見ない、自分のこと言葉に出してだよ。ありがとうっていう言葉に出して10回以上言ったっていう方、手を挙げてください。ないのかな。はっきり手を挙げて、はいはい、何人かいらっしゃいますね。3人かな、今手を挙がったのが。いや、皆さん方ね、ありがとうって言ってますかって聞かれたときに、言ってますよって、ねえ、当たり前じゃんっていう感じでうなずいていらっしゃいました。だけど、現実に言葉に出して言ってますかって聞かれたら、それも10回言葉に出して言ったって聞いたら、3人しか手が上がらなかったの。みんなありがとうって言ってるつもりで言ってなかったんですよ。言ってなかったんです。皆さん方はありがとうを知ってるだけですよ。言ってないんだって、言えてないんですって。案外と、別に今日お集まりの皆さん方だけの話じゃない、どこ行ってもこういうことです。皆さん方がなぜありがとうって言ってないのか、言えなかったのか、それはたった一つの理由です。皆さんは心の中でこう思ったはずです。ありがとうなぜ10回言えなかったのか、10回以上言った人あげられない、それは心の中で皆様こう思ったんですよ。だってありがとうって言えるような場面がなかったんだもんって。そうでしょ。皆さん方はありがとうって言ってるのは、ありがとうと言えるような現象が目の前に起こった時にありがとうって言葉を添えてるからです。だからありがとうの現象を探してるうちは、その現象に出会うことがなかったらありがとうって言えないんですよ。これが手が挙げられなかった原因です。
私が皆さん方に申し上げたいのは、現象を探しなさいって言ってんじゃない。だって力がなかったら現象ってやってこないからです。力をつける方が先なんです。ですからとにかくありがとうという言葉を出しちゃえって言ってんです。探せなんて言ってないの。言えって言ってんのよ。言っちゃったらいいのよ。とにかくある方がね、ある奥さんが私に手紙くれたんです。先生の話、講演を聞いてから翌日の朝からこうしてます。朝目が覚めたらお布団から起き上がる前にまずはありがとうありがとうありがとうって30回言ってから起き上がるようにしてるんだって。それでいいんですよ。それを言ってんです。私は皆さん歩きながらね、ありがとうありがとうありがとうって歩いてごらんって。500円玉ぐらい見つけるよ。嘘だと思ってるでしょ。この前千葉で講演した、千葉で講演したビルの最上階終わってエレベーターでヒューッと降りました。そしたらそのビルの玄関のところに一人のご婦人が待ち構えていました。そのご婦人が私を見つけるなりやってきて、先生どうしたのって、いや先生がね、歩きながらありがとうって言ってたら500円玉ぐらい見つけるよって言ったもんだから、私はエレベーターを使わずに非常階段一個ずつありがとうありがとうって言って降りてきたって。そしてそのビルの玄関出たところに、なんと千円札が落ちてたって。先生落ちてたって、見つけたって言って私のところに持ってきたんですよ。だから物といた、記念に。そういうことですよ。皆さんありがとうを探すんじゃないの。ありがとう言っちゃえって言ってるんです。ありがとう言ってるといいですか、ありがとうがやってくるんです。なぜか、先ほど見ていただいたこの世の中には、この人生には喜びの輪廻の法則という法則が歴然として存在しているからです。ありがとうという感謝の言葉の種をまいておけば、まか不思議なことにありがとうと言いたくなるような不思議な不思議な喜び現象が私に巡ってやってくる。